Konnichiwa. Yoshimashima. Ja, hajimemashou. Hai. とても強い風になりました。ですから、
したて落ちた葉っぱもありますか。寒いよ、かわいいよ。葉っぱたちはいますか。その時みんな生かしをしなければなりません。冬が来ました。と冬が言いました。僕もここからいなければすか。フレディは行きました。そうだよ、大きい葉っぱも小さい葉っぱも弱い葉っぱも強い葉っぱもみんなここからいなくなります。僕たちは生まれて葉っぱの仕事全部しました。だから僕たちは引っ越します。ダニエルは答えました。レディは悲しくなりました。そしてダニエルに行きました。ダニエルも引っ越ししますか。うん、僕も引っ越します。いつ。僕の番が来たら。それはいつ。それは誰にも分かりません。とレディは大きい声で言いました。ダニエルは僕に引っ越しするとかここからいなくなるとか言いましたね。それはつまりしなとは今ですよ。僕は死ぬことが怖いよ。怖いね。とダニエルは言いました。でも考えてみて変わらないも飲まないもありません。春が来て夏が来て急ぎに秋が来ます。葉っぱは緑から赤や黄色に変わります。春から夏になった時変わかった。緑から赤になった時変わらなかったでしょ。死ぬことも変わることも一つなんでしょう。レディは少し安心しました。こんな時にも死にますか。レディは言いました。いつか死にます。でも命はずっと生きています。とダニエルは言いました。みんな春に生まれてでも冬に死んでしまいます。フレディもそうです。このことにどんな意味があるでしょう。ねえダニエル、僕たちはいつか死なければなりません。じゃあどうして生まれましたか。ダニエルは言いました。僕たちの近くにいつも雨や風いました。それにおじさんやおばあさんや子供もいました。とっても楽しくて幸せだったと思いませんか。その日の夕方ダニエルはゆっくり木から落ちていきました。さようなら、フレディ。ダニエルは笑って静かに死なくなりました。フレディは一人になりました。次の朝、雪が降りました。白くて静かでしたが、冷たかったです。冷たい雪がフレディの上に降って重いです。フレディの体ももう若くありません。朝日やくフレディには風と一緒にゆっくり降りていきました。全然痛くなかったです。その時初めてフレディは気を吸ったように見ました。なんて大きいでしょう。フレディはこの日は見通しと生きていると思いました。フレディはダニエルから聞いた気持ちこういう言葉を思い出しました。自分もその命の一部でした。そう思うと自分は
誇らしくなりました。ペンギンは雪の上におりました。柔らかくて暖かかったです。フレディは眠り始めました。フレディは知りませんですが、冬が終わると春が来て、雪は水になります。そしてフレディは水と一緒に土の中に入って、木を大きくする力になるのです。気持ちは冷やす地の中で春に新しい葉を作る準備をしているのです。また春が来ました。